山口大学医学部附属病院小児科では小児の内科疾患のすべてを担当しています。そのため診療スタッフは各分野の専門診療に精通し、各専門領域の外来や病棟での難治性疾患の治療などを展開しています。また当科ではアレルギー疾患の診断と治療も行っており、治療はもちろんのこと、小児アレルギー疾患の予防についても力を入れています。今回は近年研究の進んでいる小児の食物アレルギーの治療と予防についてご紹介いたします。食物アレルギーを発症するお子さんは年々増加しています。それに伴って病態の多様化や難治化、そして重症化するケースも増えてきました。これまではアレルギー症状を起こす食材を避けるという対応が中心で、積極的な治療法がなかなか確立されていませんでした。しかし2008年に二重抗原暴露仮説が提唱されてからは、小児食物アレルギーの診療現場は大きく様変わりをしています。この仮説はアレルギーを起こす原因であるタンパク質、つまりアレルゲンに対して反応する経路が皮膚からと口からの2つあり、皮膚からの経路ではアレルゲンに対する感作が進み免疫反応が強くなり、口から入ったアレルゲンは免疫寛容が誘導され免疫反応が抑えられ、最終的には食べても症状が出なくなるというものです。従来は経口摂取によって食物抗原に感作が成立し発症すると考えられてきましたが、最近食物アレルゲンに対する感作は経口暴露ではなく経皮暴露によって起こると考えられるようになりました。これにより現在の小児食物アレルギーに対する治療方針は食べさせないから食べさせる時代へと変わってきました。お子様に食物アレルギーの症状が見られる場合、治療はできるだけ早く始められることをお勧めしており、小学校入学までに食べられるようになることを一つの目標としています。まず原因食物に対する負荷試験を行います。アレルギー反応を起こさない摂取可能な量を見極め、日常生活の中でその分量内の摂取を続けます。これを段階的に進めることで経口経路による免疫寛容を促し、アレルギー症状を改善させていくのです。またもう一つ気をつけたいのが経皮感作経路のケアです。アトピー性皮膚炎などを併発している場合、健康な皮膚に比べてより抗原に対する感作が進むことが分かってきました。皮膚のバリア効果を十分発揮させるためにも、皮膚を健康な状態に保つことはアレルギー対策の上でとても重要な要素となっています。保護者の目がしっかりと行き届く乳幼児の時期に適切な治療を行うことで、給食などがある小学校生活も制約のない食生活を送れることを私たちは目指しています。お子様のアレルギーに関してお悩みの皆さん、ぜひ一度ご相談ください。